はい、豊田翼です。本日の名言はですね、女は愛嬌、男も愛嬌ということで、はい、自分の考えを発信することの大切さっていうのは皆さん重々理解していると思うんですけども、はい、そこで大切になってくるのが愛嬌、可愛いかどうかと、はい、気に入ってもらえるかどうかみたいなね。まあなんか信頼があるかどうかももちろん大事なんですけど、相手が何よりその可愛いかどうかっていう、はい、そこもなんかね一つ大きな基準になるんじゃないかなと、はい、思ってます。はい、まあなるべく愛想よくできるのが望ましいかなと思いました。はい、それでは。